2児の父です。武井さんに幼児のお子さんがいたら特にどんな運動や遊びをさせてたいなと思いますか、だって。俺に幼児のお子さんいたら、段差がいっぱいあるところをなんかぴょんぴょん段差に乗ったり降りたりとかいろんなことしながら、その自分の体重を足で感じて着地したり、それを吸収したり反発したり、いろんな運動を見せながら、パパの真似してついておいでって言って追っかけっこしたり、キャーキャーって言いながらとか、あといろんな重さのある球とかを転がし合ったりとか投げ合ったりとか、いろんな重さとか質量みたいなものとか、なんか重力とかそういったものをたくさんいろんな種類を感じられる脳を、何にも考えなくても重さの処理ができるように育ててあげるかな。運動って基本さ、重さをどう処理するかだから、重いものを一瞬で軽くするような動きが得意ならスピードに有効だし、重いものをあんまり力使わずにずっと動かし続けるのは持久力につながるし、だからそういう選択を頭の中で自動的に、こういう動作、こういう動きしてって言われて、何回やってって言われたら、それを自動的に自分の体だったら、あのぐらいの運動だったら、これぐらいの強度でこれぐらいできるっていう選択が自動的にできる脳を育ててあげるかな。そしたら大人になってからこうスポーツ選ぶのが楽になるね。いろんなスポーツ何でも選べるようになるから、自分の本当に好きなものを選べるようになると思うんだよね。で、好きじゃなくても選んでも上達したりするのが早かったりするから、結局楽しくなるし、で、人に勝てるからやっぱ楽しいって思ってスポーツ続くし、人に勝てるからやっぱりやめないから、人に勝てる、まあ、うまく人よりできるから、ずっと練習してたらずっと上手くなるし、差がつくから楽しくてやめないっていうのができるからな。そういうのをプレゼントするかな。